宮くんからもね、こうなんじゃないかなみたいなのももらって、うん、でやっぱそれでなるほどって思うことすごいあったし、うん、やっぱだからね、意外にやっぱそういうのにめちゃ救われてるというか、うん、なんか一人じゃなくてね、まあ、一緒に考えて、うん、なんか組み立てていってる感じはあるね、うんうん、あさみちゃんとも一緒になったりしてるけど、うん、でも2人は本当それこそ手を差し伸べてくれる感じ、私も感じてた、そのやっぱりうんって行き詰まった時とか、やっぱりなんだろう、あのスタッフさんと会話してもちょっと自分の中で分かりきれないなってうんってなってるところで、こういう見方もありかなとかいうなんか言葉をポロってくれたりするから、うん、あ、ちょっと視野が広がるっていうか、うん、なるほどそういうのもあるなとか思えてたな。やっぱみんなで助け合って撮ってる感じすごいするよね。そう思う、ねね、やっぱその原作も結構みんなねやっぱ読んでる中で、うん、こうアニメをでじゃあどこをこう見せたいかみたいなのって、うん、結構作る時によって違うというか、うん、まあ、今回もね制作陣が変わったりもしてるから、うん、今回の2期の呪術廻戦で見せたい部分みたいなのを、うん、また我々もねなんかこう手探りで、そう、ねね、探してで一緒に作っていかなきゃいけなかったから、だからこそなんか、うん、こう感じたことを共有するできるっていうのはなんか、うん、心強いし安心感あったかなと思う、うん、なんか全部もちろんこの話数ごとにこうなんだろう違うものがあるとは思うんだけど、うん、でも海玉玉折を見て、うん、なんかちょっと作ってる皆さんとちょっと近寄れた気がした、勝手に見て。でもやっぱ海玉玉折の雰囲気って一気と、うん、違う、変わって、だからこれがやっぱり作る、うん、これから作っていく呪術廻戦の空気なのかもっていうのがなんかやっぱオンエアと完成したのを見て、うん、ようやくなんか近づけた気がして、うん、だからそういうの一回見れると今後自分がアフレコする時もちょっとイメージが広がるかなって、うん、この間はなんかもしかしたらああいう表現を入れるとか、うん、なんかちょっと幅がなんか考えが広がったかなと思った、うん、確かに結構やっぱ監督の狙いっていうのがしっかりあるんだなっていうのがアフレコしてても感じるから、うん、その辺やっぱ開局玉折見て、うん、あこういう狙いなのかなって分かりやすくなるから、うん、やっぱオンエア見るのってすごく大切だなって思いましたね。そうですね、素晴らしいクオリティのものを、ね、見せていただいているのでありがたいですけれども、じゃあここから皆さんから届いたメッセージを紹介していきます。はい、お名前一年ズが大好きさんからいただきました、ありがとうございます。ありがとう、えのきさん、内田さん、瀬戸さん、こんにちは。こんにちは。いよいよ2期渋谷事変が始まりますね、うん、私は1期の一年ズのわちゃわちゃした感じと掛け合いがとても大好きだったので、これから久しぶりに見れると思うととても楽しみです、うん、さて質問です。2期が始まるまで少し時間が空いていたかと思いますが、2期に向けて何か取り組まれたことはありますか、まあ、例えばダイエットとか、うん、なるほど、アニメに向けて、アニメに向けて、まずない、いや 増量とかならあるんじゃないですか。声を出すために、ね、声を安定させるためにとか、真面目だった。いやでもそれで言ったら私は一期の放送、はい、ラストの時から10キロ増えましたから、はい、あ、そうなの。やっぱ、はい、こう伏黒のドシッとした感じを、いや違います、違うかい、何のたまたま太っちゃった、たまたまそれが今筋肉になってんの。あでも今ねそれを筋肉になって、うん、やっぱつけた分を今削るっていう作業で、そこからまた4キロとかまたプロレスラーみたいなことしてるんですよね体作ってるね。そういやでもやっぱ体大きくなると声出るからやっぱ、うん、そこはなんかやってよかったなとかちょっと思うけど、ね、じゃあ伏黒の声もなんかちょっと出しやすいとかそういうのはあるのかもしれない。のかもしれない。みんなにねきっと聞いていただいて。でもちょっとずつ毎日こう変わっていくから、うん、自分だとあんま分かんないのかもね。あのそうかもね。自分は地続きだからね。うんうん、周りから見たらなんかちょっとすごい安定してるなとか感じるのかもしれないけど。うんうんうん、自分だとなんか昔やっぱその波形みたいなのを見た時に、うん、やっぱこう細い時って。こうやっぱちょ波形が細くなってる、うん、音の波形が太ってる時はこう結構ボワって大きくなって、うん、まあ、圧あるけどちょっとモワモワしてる、うん、みたいな話をやっぱ聞いたことあって、うん、だ意外にやっぱ体型とかによって扱えるからその声のなんか厚みは変わるらしい、実際にあるらしいけどね。意外と真面目な話ね、ダイエットから真面目な。どうですか、あさみちゃんはありますか、2期に向けてなんか取り組んだ
釘打ったみ打ってみた釘打ってわら人形を作ってみたりちょっと作らなかったんだけどでもそれこそそのアニメの収録がない期間もさ、うんうん、それこそいろんな収録物あったじゃん、うん、ゲームとかで、うん、そうね。でどこまで話していいのか分かんないけどやっぱまあその本編のアニメの漫画の話だけじゃないエピソードとかも撮るから、うんうんうん、その本編を撮ってない中で、うんまたそのそこで見せたことない顔っていうか、うん、会ったことない人と会った時どう喋るんだろうっていうのが分かんなくて、うん、不安定になってた不安定だった大丈夫かな、うん、合ってるかな野原さんみたいなやっぱりアフレコがなんか一番、うんうん、なんかやっぱり原作のエピソードでもあったりするからさ、うんうん、なんか正解というかそこでこうチューニングできるけどやっぱ急にこう手放しになって別のところに行くと、うんうん、ちょっとあ合ってるのかな野村さん本当にこんなこと言うかなとかなんか悩んじゃった時もあったけどでもそういうのがあったから、うん、あんまりこう呪術廻戦から離れてる感覚は全然なかったかな、うん、そうか、うんうん、でもどうだろうどうでしたどうでした、うん、いや僕は何でしょうねまあでもこの今日放送の明日で、うん、イタドリがとあるなんかゲームみたいなのをして、うん、あの来るんですよ、はいはいはい、ゲームね、はい、いや僕も体験しないとなと思ってやっぱり行きましたよね行ったの行ったんだ、はい、久々に、はいまあ、やっぱ勝てないですよ、ね、勝てないんだじゃあイタドリやっぱすごいね、すごいあんだけ抱えて、ね、でも僕は絶対に景品今までが全て水の中だったもう全てあ一応ね少年誌なんですよ続きまして終わるんかいわらわらさんからいただきました笑われてるって言ってわらわらありがとうございます、えのきさん内田さん瀬戸さんこんにちはこんにちは、ついに渋谷事変が8月31日から始まるということで、うんそれに備え開局玉折呪術廻戦ゼロアニメ1期を時系列順にもう一度見ていましたすごい、すごい楽しそう、そうなるほどね、時系列順に見てみて初めて気づいた伏線があったり登場人物たちの心情をより深く理解することができたり、うん、新たな発見がたくさんありました、うん久しぶりに1年生3人のわちゃわちゃを見れることをとても楽しみにしています、はい時系列順っていうと開局玉折が一番古くて、ね、ゼロ行って一気っていう感じなのか流れですね、やったことないわそれいやそうだ俺もない確かにないよね何に気づくんだろうねでもねあでも、うん、あれか下等との関係性とか、うん、あそうだね五条と下等の関係性がより分かりやすくなったり、うんうんうん、変化もねやっぱ頭のもそうだ、ね、何ニヤニヤしてなさった、うん、えあっそうそうしてなかった今なんか苦しくなっちゃうよね下等のことをさ、うん、知っちゃうとさ、うんうってならない、うん、それを知った上でこう順番に見ていくと、うん、より苦しめていいんじゃないですか、うんうん、そうねもう作品としては楽しめるよねそうやっぱ苦しいほど楽しい部分がわかる、ねうん、呪術廻戦あるから苦しい楽しい苦しい楽しい辛いうまいみたいな感じで辛いうまいなんかえ激辛同好会同好会の皆様です久しぶりね1年生3人のわちゃわちゃ見れるっていうことなのでそうだねわちゃわちゃでも渋谷事変ってどうなんですか、うん